どうも、斎藤ミジアム、斎藤理です。よろしくお願いします。さあ、今回はこの春おすすめの美術展2選ということで、2つ紹介させていただきたいんですけども、番外編というか、もうこれはもう価値確定だよっていうのを、まず最初に触れておきたいのが、メトロポリタン美術館展。これもう価値確定です。あと、ポンペイ展ね。もうポンペイ展とメトロポリタン美術館展はめちゃくちゃ人集めてます。 なのでまず触れておきたいんですけども特にメトロポリタン美術館ってこれすごいんですよ、まあ、僕もフェルメールの「信仰の偶意」という作品が、ね、選ばれてますよっていうので紹介軽くはしたんですけども、まあ、もう少し詳しくご紹介させていただきますとまずこのメトロポリタン美術館っていうのがアメリカ随一のメガ美術館なんですねむちゃくちゃでかいですそして収蔵作品数、ね、どれぐらいの作品収蔵してるか 150万点です。150万点持ってる中から、そっから厳選した65点が今回来てるよと。で、その65点で何見せてくれんの西洋菓子の約500年を見せてくれる。初期のルネッサンスから、ポスト印象派まで。だからもう最初の,のラファエルとかの時代からですよ。レオナルド・ダヴィンチ、ラファエルの時代から、このゴーギャンとかゴッホとかの、 ポスト、印象派のあたりまで500年をこの65点で見せてくれるよという状態。で、その上で、その65点のうち46点が日本初上陸だよという、もう大目玉だらけ、<laughs> メチロー氏というのがメトロポリタン美術館展なわけなんですよ。その中で、まあフェルメールもいいですし、ごっこ見ていただきたいね、 他にもいろいろあるんだけどもまあ僕はもうファン・ゴッホ大好きですからもうファン・ゴッホの描いた「花咲く果樹園」これ見ていただきたいですねもう春にぴったりなんですよ1888年の2月頃にですねゴッホが描いたとされている作品なんですけどもその頃ですよゴッホはあるル,ルに移住してるんですねもう弟の手をに黄色い家を建ててもらってそこでねもう 嬉しいよ、つって、手をありがとう、つって、ここで何待ってんのゴーギャン待ってんのよ。ゴーギャンいつ来てくれんのっ幸せ幸せっていう状態の、一番幸せだったゴッホが描いたのがこの作品なの。だからめちゃくちゃ色も美しいですし、春っぽいよね。ゴッホにしてはかなり浮かれてんじゃないっていうね。すっごい幸せな作品。 だからね、もう春にぴったりだよいうことで、これを見ていただきたいなと。メトロ美術館展はまあ、押さえておいて間違いはないというところなんですけども、それ以外の二つですよ。それ以外に二つ、もう斎藤セレクションでこれを見てほしい。まず一つ目。一つ目が、ザ・グレイツ。これもうすごいの。メトロポリタン美術館展に負けず劣らず、とんでもない名画家たちがずらー並んでるわけよ。で、その中でもまあ、 再注目とされるのがベラスケス,いディエゴベラスケスこいつなんだよねディエゴはマラドーナだけじゃないのと <laughs> 天才ディエゴはマラドーナだけでいいじゃないと思ったら大間違いよマラドーナに匹敵するいやマラドーナ以上の天才なんだよ。このベラスケスってやつはね負け知らずなんだ。 人生の上でもう一度も負けがないんだよまず最初スペインの貴族の子として生まれるんだねもうほぼ勝ちだよね貴族の子として生まれてそっからいろんな才能があるんだもう何でもできるよっていう最新だったんだけどその中でもう一番絵の才能に長けてるぞということでまあ絵の師匠にね若くしてつくわけなんだけどもそっからもうわずか十九歳で免許買いでる もう試験に合格して、お前はすごいぞってお墨付きをもらって、その翌年に、その師匠の娘と結婚。完璧だね。もう完璧すぎるよね。もうロケットスタートズバーン決めて、そっからもうずっと勝ちだからね。そっから数年後、24歳で、もう時の王様、フェルペ4世に見出されて、宮廷画家になるんだよ。もうそっから将来安定ですわ。 で、30代、40代、50代もずっと順風満帆で、イタリアを回ったりなんかして、60歳で、その当時画家の地位は低いとされていたっていうところも跳ねのけて、灼位を手に入れるっていう。負け知らずなんだよ。もう、本当に天才負け知らず男がベラスケス。で、この天才ベラスケスが世界に残した名画っていうのが、 ラスメニーナスなんだよねラスメニーナスなんとなくこの絵を見たことあるよって方もいらっしゃると思うんですけどもこれフェリペ四世の娘ちゃんを描いているもんなんですねでよく見ると奥王の方の鏡にフェリペ四世夫妻も描かれているっていうねそういうなんかいろんな見方ができるやつなんですよなその他にもなんか ちょっと嫌なその当時の風習とかもこの絵の中に込められてたりするんですね。まあそれに詳しくは皆さんね個人でね調べていただきたいと思うんですけども、このラスメニーナス、これもあのピカソにも多大なる影響を与えたっていう名作なんですよ。あのピカソがこれすごいぞ、ラスメニーナスってなって、ラスメニーナスすごいで70枚近くも インスピレーションを沸かして作品を書いたというね。そのとてつもない天才、ベラスケスの作品。卵を料理する老婆。これが今回のザ・グレイツで見れるわけなんですけども、これはなんとですね、天才ベラスケスの10代の頃の傑作なんですよ。とんでもないんだ。ずーっと負けしてらず勝ち続けた男がもう10代でこの絵描いてすっ すごい美麗すっごい写実的。むちゃくちゃ美しいんだよね。もう当時からとてつもない技術を持っていたんだっていうのがわかる、ね。このベラスケスっていうのがまあ再注目ではあるんですけども、最東的にですね、僕的に見ていただきたいのは未来ですね。 はい。まあ、ミレーももちろんね、有名な画家なんで知ってるよって方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、そのミレーの作品の中でも、優しき目は常に変わらず。これがすごいと思うんですよね。タイトル美しいじゃない。優しき目は常に変わらず。えー、何このタイトル詩的。それもそのはず。詩から取ってんだよね。ある詩の一節から取ってるらしいんですよ。もともとは、 すみれの花を持つ少女っていうすごくシンプルなタイトルを付けてたらしいんですけどその語ですねミレイ自身がああこれだっつってその詩から引用してそのタイトルを変えたっていうふうに言われてるんですねこの絵が何がすごいって今のところ僕は詳しく解説することはできないんだけどもうとにかく僕はこの少女を見て美しいと思いましたむちゃくちゃ美しくてなんか惹かれるんだよね この少女が、まあもちろん、まあ美少女だなっていうのもあるんだけど、それだけじゃないんだよね。なんか、ものすごく安イな表情というか、哀愁が漂っていて、すっごく気になる表情してる。で、その上で、なんとなく、お腹も大きいような感じもするんだよね。ってことは、なんか、 複雑なこういうねなんか自分では望んでいない相手との子供を見ごもって結婚っていう話になっているっていうようなそういうような絵なのとかなんかいろいろと考えさせられる絵なわけですよねなんかめちゃくちゃ気になるんですよとにかく、まあ、一度生で見てみたいなというのが、まあ、この作品ねザ・グレイツ 美の巨匠たちむちゃくちゃ気になるこれぜひともね東京都美術館で4月からスタートして7月まで続いてますからね会期も長いですからねぜひぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思いますでその上でですよとんでもないねともまさにグライツっていうね天才2人紹介させていただいたんですけどそれと真逆の人もね紹介させていただきたいそれがモディリアーニですはい これ大阪の方で開催されるんですね。大阪中之島美術館というところでね、開催されるモディリアーニなんですけど、このモディリアーニがね、悲しいんだ。<laughs> むちゃくちゃ悲しい人生歩んでるんだよね。だからもうね、知ってしまったら応援せざるを得ないという男。まずこのモディリアーニ。 また35年の生涯で幕を閉じてるんだよ。35歳でこの世を去ってんの。ゴッホよりも短いんだよ。それでいてその人生がさ、ずっと悲しいんだ。でも聞いてほしい。モディリアニを知ってほしいんだ。このモディリアニの作品、今回見ていただけるのが、髪をほどいた横たわるラフっていう、 もうめちゃめちゃそのまんまのタイトルの作品なんですよね、これまず、うん、顔長えなっていうね首長えなっていうな,なんか目から正気を感じないなっていうねいそこも気になってしまうとは思うまずそこが気になると思うんだけどこれはもうアフリカの民族工芸というかまずなんか仮面だったりとかアフリカ独有の彫像に影響を受けてまあ、こういうような造形になってったという風うに言われてるんですね あのピカソがそのアフリカの民族からインスパイアを受けたように同時期にこのモディリアニも受けていたという逸話が残っている。だからこの造形だということで処理していただきたいんですけども、このモディリアニがこのラフ像をね、生涯で40点ぐらい描いていくわけなんですけども、その生涯を知っていただきたい。はい。この変な絵を描いたモディリアニのうんとてつもなく壮絶な人生。 まず、モディリアーニ生まれた年に、お父さん非常に裕福でした。林業であったりとか、銀行っていうね、あのバンクじゃないですよ。銀が取れる鉱山を経営していたんですけども、このモディリアーニが生まれた年に、どちらも倒産してます。バッドスタートです。はい。あのもう、ベラ逆ベラスケスですね。ベラスケスはもスペインの貴族として、 生ままれてますけども、はい、このモデリアーニはお父さんが倒産するというところから始まってるんですね。で絵の才能はあったわけなんですでどうやら絵の才能があるぞって見つけてくれたのが母方のおじいちゃんとお母さん。お母さんがその当時の日記でもしかして芸術家になるのではっていうふうに綴ってるらしいんです。なので14歳で若くしてですね美術学校というか、まあ、デッサンを習うようになるんですね。ただそ からですわ。わうん、その時に親友ができてやったーみたいなね。嬉しいなっていう時期でもあるんですけども、そのデッサンを習い始めた。2年後に。結核になるんですね。はい、当時のもう流行り病、そして富士の病とされていた結核になってまあ、療養せざるを得なくなるんですね。で、そこからまあいろとまあ土地を転々としてまあ療養を続けていくわけなんです。で、その時にやっぱりをやりたいなって。な っていう風になるんです。だから美術学校にもう一回入り直すんですよ。で、美術学校を出て、で、グループ展だ、なんだってやってみるんですけども、全然うまくいかないんですね。グループ展でも全然評価されない。で、そっから33歳。はい、もう33歳です。35年の生涯のうちの33歳で、生涯唯一の個展を開きます。はい。で、この生涯唯一の個展が、 大失敗に終わるんです。もう悲しいんだよ。だからもうほんとずっと悲しいんだ。でこの失敗っていうのもね、ただの失敗じゃないわけですよ。もうその当時からモデリアーニってのはラフ像をたくさん描いていて、その生涯唯一の古典でもラフ像を飾ってたんだ。でもう大きな窓があるギャラリーでこの古典を開いて、この窓越しに外からね、 通行人も見えるところで自分の作品飾ってたの。そしたら、あまりにもこのモディリアーニが描いたラフ像が妖艶だと。めちゃくちゃ美しいと。ゾクゾクしちゃいますと。ということで、通行人がむちゃくちゃ殺到したんです。大成功ですよね。すごい人だかりができて、そしたらそれを見つけた警官がもう走り込んできて、おい、何やってんだと。 はい、18禁ですと。お前はもうエロティズム行き過ぎてますねっていうことで、たった1日でこの譜を撤去ってなっちゃうのよ。すごい人集めてたのに、<laughs> ようやく認められると思ったのに、あまりにも魅惑的に書きすぎて、警官現れて、はい、18金。18禁どころじゃないね。大人も見ちゃいけませんよっていうことで、はい、撤去。 たった一日で最悪だと。むちゃくちゃ頑張ってきたのによ。でもね、その翌年に長女生まれるんですよ。当時付き合ってたフィアンセと、ね、その長女生まれて、で、そのフィアンセとも結婚の制約を、ね、誓いを立てて幸せかなと思ったんだけど、でも絵はずっと売れないんだ。だからずっと貧困。 苦しいなぁ。で、結核も治らない。苦しいなぁ。で、大量の飲酒。そして薬物依存。で、自暴自棄になって、結核がさらに悪化して、わずか35歳で、亡くなってしまって、めちゃくちゃ悲しい。しんどい人生を歩んだのが、モデリアーニ。 だからさ、なんか、僕はベラスケスもすごいと思うよ。ミレーもすごいと思うよ。なんだけど、このモディリアーニすごいぞってやっぱ伝えたいんだよね。モディリアーニ見ていただきたい。で、このモディリアーニのラフ像の中でも、この紙をほどいた横たわるラフ、これが一番有名なの。で、日本でもこれが最も有名とされてるんだけど、それがなんでかって、 1989年にこの絵を大阪市が買ってるんだよ。大阪市でこの作品購入してんのね。なんとその額、約19億円。19億円。とんでもない値段。だからもうとてつもなく仏議をかしたの。おい、市でそんなことしていいのかそんなに価値あるのかモデリアーニって。 めちゃくちゃ物議を醸したんだけども、そっから数年経って、数十年経って、2015年。2015年に、別の作品であるんだけども、同じくモデリアリの落像が、世界的なオークションで、約210億円で落札されるっていう。これで流れ一気に変わるんだよ。 おい、19億円で買って何してんだっていうね。税金なんだと思ってんだっ,つってめちゃくちゃもうバッシング受けてたんだけども、えぇ ?10 倍って。210億円って言って流れが変わって大企業になっちゃったの。でもそっからさ、それをメインにして大阪では大体的にね、美術館作ってってやりたかったんだけど、それが30年ぐらいさ、 うまくいかないのよ。進まなかったのよ。1989年その絵を買ってからね。なかなか進まなかったんだけど、満を持して、この2022年よ。その2月によ。もうつい最近によ。この大阪中野島美術館っていうのが開館したの。で、その開館記念の美術展だっつって、モディリアーニしかないっつって勝負したのよ。だからもう、 大阪市の魂がこもってんの。もう、モデリアーニで行かせてくれへんかと。もう、みんな集まってくれへんかと。見てほしいんやと。すんごい魂乗っかってんのがこの美術展なんだよ。なので、ぜひぜひ見に行きたいし、見ていただきたい。はい。もう全く別の人生歩んでるね。ベラスケスであったりとか、もうミレーであったりとか。で、このモデリアーニね。真逆の人生。うん ねえ。だけども、どちらも世界的に異業を成した芸術家なわけですよ。面白いじゃないですか。ねえ。ミレイの補足としてはね。ミレイはね、オフィーリアっていう代表作があるんですけど、このオフィーリア、日本の評価で言えば、あの夏目漱石が感動して、それを自分の作品の中に、うん、込めたというね。オフィーリアのことを綴った一節がある。というふうにも言われてるし、あの、ジブリの宮崎駿。 あの宮崎駿が、もう、もうとてつもないね、もう、もののけ姫を当てた、うん。そして、千と千尋を当てたっていうね、絶頂期にですよ。絶頂期に世界を旅した時に、このオフィーリアを見たんだと。このオフィーリアを見た時に、やってるかっかつって筆を折ったと。俺がどんなに一生懸命、もうこの自然を描こうと思っても、 俺の頭の中にある美しいものを描こうと思っても、このオフィールには叶わねえだろっつって、もう、やったられるからっつって。あの宮崎駿の心を折ったと。だからもう、俺はもう一生懸命真面目に緻密に描くことはやめるっていうので、あのポニョが生まれたんだっていう。そういう、いわくつきの作品でもあるんですね。面白いんじゃないかと思います。はい。 ザ・グレイズ、ベラスケスとミレーというね、天才見れます。そして、モディリアーニ。大阪市がもう本当に魂を込めて、満を持して出してきたこの不遇の天才。どちらも皆さんに見ていただきたい。この春おすすめの美術展でございます。というわけで、皆さんぜひぜひ足を運んでみてください。斉藤ミジアム斎藤リリーでした。ありがとうございました。